こんばんは。ミネラルウォーター大全伊藤です。今日は松江古代水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。こんな感じですね。採水地が島根県松江市西印部町佐水、販売者が松江市ですね。そして、水の供給元が松江市上下水道局となっています。供給元が松江市上下水道局ということで、これは水道水であると勘違いする人もいるかもしれませんけども、名称はですね、ナチュラルミネラルウォーター、つまり市販のミネラルウォーターと何ら変わりのないものが入っています。通常ですね、こういうふうに自治体系の製品というのはですね、先ほどもちょっと言いましたけども、水道水から塩素を抜いてボトリングしたタイプと、まあ、市販のミネラルウォーターと、同じようなタイプ、その2種類があるんですね。これは後者です。先ほども言いました通り後者です。ですね、その他は硬度が26、 pH が7ですね。一般的な日本人、一般的な味覚を持つ日本人がですね、美味しいと感じるような水で、とても飲みやすいです。ですね、こう癖がなくて、なんていうんですかね、体にスッと入っていく、抵抗なく入っていくというような感じがしました。もちろん味覚っていうのはですね、人それぞれですから、この水をですね、苦手と感じる人もいるかもしれませんけども、多分ですけども、この水を嫌いという人はいないんじゃないかなと思います。と、その他は、ここにまっちゃん、松江のキャラクターですかね、ここにですね、まっちゃんというキャラクターが、ちょっと映りませんかね、書かれてますね。最近やっぱりこういうキャラクターをですね、ラベルに書くタイプがですね、結構多いんですね。まあ親しみやすいというのもありますし、このラベル、キャラクターの、キャラクターものとして集めている人もいるでしょうから、これが買われる、こういうことで買われるんであればですね、いいことなんじゃないかなと思います。これきっかけにミネラルウォーターとか水に興味を持つ人が増えてくれればですね、私も嬉しいですし、そしてですね、これこの製品なんといってもですね、このラベルが素晴らしいんですね。松江市のですね、観光名所っていうのがね、こういうふうに書かれてるんですよ。これこういうのはですね、水を買って飲みながらですね、例えば移動中とか、ちょっと休憩中にちらっと見たりしてですね、おそらく楽しむことができると思います。地図といっても正確な地図ではないんですけど、大体の位置関係っていうのは分かるので、こういうのを見ながらですね、あっちこっち回ってみるっていうのも楽しいんじゃないかなと思います。この製品はですね、基本的には松江市に行かないと手に入らないんですけども、興味がある方はですね、ぜひ、飲んでみてください。よろしくお願いします。